ります。本日も早いことで、もう私、もう皆さんに会ったのは約1年くらい前でございますかね。1年前に大分トリニータのファン感謝デー、はい、方に私に立たせていただきまして、そこです。皆さん、ただ覚えてると思います。ファンの方々と触れ合って、そして選手の方々と英語なんかをして、本当に楽しみに思えてばかりを作ったのが約1年前でございますかね。もうそこです。そんな素晴らしい思いを作ってくださったきっかけをくれたのは、そうです。三平選手、三平選手のおかげでございます。なので、三平選手がいる、応援コント、そして皆様に今日はですね、応援コメントの、いや、応援ネタの、ちょっとやらさせていただきたいなと思いますので、ちょっと温かい目で見ていただきたいと思います。ちょっと待ってください。これ今見ている人、本当にいいお客様、温かいお客さんがいるか、ちょっとチェックさせていただきたいと思うんで、よし、じゃあ、双眼鏡でチェックしたいと思います。さあ、どんなお客様がいるのかな。大分トリニータのサポーターの方は、素敵なサポーターばっかりだ。いるね。どうだい、何度見ても勝利だろう。もう北海道でございます。そうです。もうやはり応援してたらこれしかありませんよ。もうこれから大分トリニータがもう明るく、そして未来が明るくなりますように、まずはですね、一曲、光を差すという歌を聴いていただきたいと思います。さあ、では未来のためにみんなで聴いてください。光を差すという足を運ばさせていただきたいと思います。